皆さん、海外に移住してみたいと思いますか国連によりますと、えー、現在、世界の移民はもうすでに2億4400万人で、えー、世界人口の約3.3%に達しています。それは日本から海外に移住する、えー、日本人の中に男性と女性がどちらが多いと思いますか実は、今現在、 海外に移住している132万人の日本人の中に女性の割合は52%を占めていまして日本国内に目を転じてみますとえ日本国内に住んでいるのはこの名古屋市の人口とほぼ同じ外国人がいますその中で同じく女性の割合が多くてえ53%も占めています女性の移動化 というのはもうすでに、えー、世界ののとい国境、えー、をまたがる移動の特徴は男性の移動とは同じだと思いますか答えは、えー、女性の国際移動では例えば移動の動機とか、えー、移動先とかあとは移動の携帯など男性の移動とは、えー、かなり違うというところも少なくありません。 その国際結婚という形で女性は海外に移住している人たちというのがたくさんいます。私は中国から日本の農村部,農村部に嫁いできたいわゆる農村の花嫁そして都市部に住んでいる国際結婚の家族でさらに彼らの母国にいる家族からたくさんの話を聞いてきました。 なぜ彼女たちは海外に移動していたのかそしてそれは彼女たち本人それからご家族にとってどのような意味があるのかでさらに今現在どのような暮らしを送っているのかなどなどいろいろ教えてくれました調査の中では私の目の当たりに本で教えてくれなかったあの景色の中にいる彼女たちの思い 葛藤そして決断さらに、えー、努力などいろいろ、あのー、明らかになってきました国際結婚のフィールドワークを通して、えー、個人の事柄のように、えー、思えるこの国際結婚は実はその背後にたくさんの、えー、大きな要因があります例えば国際的な経済格差そしてジェンダーの観念とかそれから言語文化の継承などなど たくさんこのマクロ社会的な要因から強く制約を受けている個人と社会が交差しているというとても興味深い滞在ではありますそこには個人という人が行き着いているという特徴があります